終わり瀬戸駅は愛知県瀬戸市山脇町12の一にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST20。瀬戸線の瀬戸側のターミナル駅である。環境モデル駅として電力には太陽光パネル発電を水洗トイレには雨水も使用している。1905年瀬戸線開業時に瀬戸側の起点となる瀬戸駅として開業した。開業当時は 旅客以上に地元で生産される瀬戸焼出荷の拠点としての役割を担った。1921年には、尾張瀬戸駅に名称が変更された。その後、1978年、栄江町乗り入れ工事に伴い、貨物の取り扱いが廃止された。この時、運用車両の増加に対応するため、元の貨物側線が電流線として整備された。電流線については、 当日の総合改善事業実施に伴い、2002年までに配線変更が行われた。駅舎は、大正時代以来の2代目駅舎が長く使用され、続けていたが、老朽化が進んだため、国土交通省の鉄道駅総合改善事業として、事業主体となる第三セクター方式の終わり、瀬戸駅整備株式会社を2000年に1月12日に設立し、 駅前公共施設パルティセトやバスターミナルの整備を合わせて再開発が行われ2001年現在地に移転した2005年の愛地球博開催時は東駅より名鉄バスが担当するシャトルバスが出て会場への拠点駅の一つとしての役割を担った2代名駅舎は2005年にオープンした瀬戸倉ミュージアム内に一部復元の上展示されている 島式一面二線ホームの地上駅、行き止まりの集大構造になっている。ホームの有効長は6両相当分。ホーム転落防止策、LED 表示の発車案内などが設置されている。駅舎は線路終端の東側にあり、塔と瀬戸をイメージした上り窯の形をしている。駅舎は瀬戸市の商業文化複合施設バルティセトと接続している。駅舎内にも、 時計修理店がある。改札口は、友人で、自動券売機、自動改札機、LED 表示の発車案内などが設置されている。かつて、高砂5電のテレビ CM 撮影に使われたことがある。SKE48 の PV 撮影が行われたことがある。ホーム北側には留置線が2本あり、運用車両のうち半数ほどが大白する。通常、 日中は一編成が留置されている。この留置線の北側には貨物取扱いの設備跡が見られる。2001年には駅舎がやや東側に移転した。旧駅舎は現在より西寄りにあり、現在のホームのある位置には留置線と貨物取扱い設備があった。隣接するパルティセと銀座通り商店街セト市内では、毎年当初祭りとセトモの祭り、来る。 福間ねき猫祭りが開催されており、当駅は会場の最寄り駅となっている。最寄り停留所は、駅北東のバスターミナルにある、瀬戸駅前である。以下の路線が乗り入れ、名鉄バスと JR 東海バスにより運行されている。1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場、4番乗り場なお、虹の丘学園系統と統制病院経由は2020年4月1日から運行。 3番乗り花小屋鉄道 ST 瀬戸線急行、準急普通瀬戸市役所前駅終わり瀬戸駅ありがとうございます